ジャンボビートナイトです。はい。のりごとうです。あれアロハ。肉まん中だから。ああ、ごめんなさい。ちょっともう一回。ジャンボビートナイトです。はい。アロハのりごとうです。やってくれたね、一応。ありがとうございます。久々に一緒に撮影になりますけども、約1年前、我々が行った、黒野田湿地。前回ね、1年ぐらい前に行ったんですけど、台風によって道が崩落しておりまして、行けませんでございまして、今回リベンジということで、はい。1年ぶりのリベンジ。なんですよ。ただ、もう、1年前と同じ下りをね、こんなかかるんか、こんなかかるんか、こんなんやったっけって、俺、それ1年前の思いっきり聞いててさ。変わってないよ。多分、今年もお昼はラッセのそばかで食べると思いますが、今から向かいたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。経路案内。あれこっから約2時間っすか。距離的にでも80キロぐらいやけどね。安全運転で。はい。よろしくお願いします。覚えてますわ。あれなんかこっちから来た記憶あるけどな、俺。でもそう、向こうから来た、向こうから来た。だから道知らない道だったんだ。こっちの方が早かった気はするけどね。なわけで、ラッセイミサと1年ぶりやね。1年ぶりの俺でも1年と前と同じ上のシャツ着てきたからね。あ、そういうこと。俺も多分これだったと思う。めっちゃ混んでるね。バスも来てるよ、なんか。ほら今ちょうどシーズンだから全部入っちゃったよまあ11月の下旬なんですけど、そこそこあったかいっすね今日。なんか去年もそんなようなこと言ってた気がするけど、去年と同じ場所だわこれ。やっぱそうだよね、この絵もここで公園もそうめちゃめちゃ混んでますよ。今入ったら1時間ぐらいかかりそうだよ。これダメだね。これ買ってく？俺握り飯にしようかな。あそこで食べればいいんじゃん。そう1年前と全く同じや、お父さん五平餅食ってますよ。えらい混んでたんで、とりあえず我々なんかちょっとお弁当をね買いまして、そのままこれ持って黒田湿地に向かいたいと思います。今時間が12時10分ですね。名宝ハムフランクフルトいいね。あ、うまっ。行きますか。行きましょう。あと1時間かかりますけど、こっからまだ1時間。じゃあ55分、よろしくお願いします、お父さん。For a clear view before the day. はい、昨年と同じ次郎の滝にやってまいりました。まあやっぱり去年来てる分ちょっとあれやね、慣れっこやな我々も。まあでもやっぱいいね。うん、めっちゃいいね。みんなここで滝を見ながらコーヒーなんかね飲みながらですね。去年はここで、あとここのちょっと先で崩落してていけなかった、ああもう光がいけなかったんですが、今年はどうですか？今年はどうなんだ？そう、あ、ここで引き返したよ。俺あそこでオーライオーライ言ったもん。そうだそうだ。さあ今年はどうでしょう？やったー！やったー！治ってたー！治ってたー！リベンジなりますよこのまま。だね、やっとだね。ようやくや。ようやく1年先に進めるわ。俺はここで止まってたから。うわーすごいな、やっぱちょっと行けるようになるとワクワクするね。おーなんか新しい道。え？え？これ？え？あれ？何？24。間違えた？え？あれ？違った？何？なんか進んでる方違うくないこれ？さっきのとこでなんかあった？あれでもこれなんか違う。えってことはこれ去年行けたかもしれないのか。からあれ行けたかもしれない。もしかして。どうだい？あ。黒台が湿地って書いてある。ある。行けそうだった。車では行けなさそうやけど。え？道は確かにあったし、黒野田東湿地って書いてあった。車では行けない。歩いてくこから2キロ。結局ちょっと車では行けないという判断になりまして、ちょっと2キロほど歩いてね、黒野田東湿地に向かいたいと思います。濡れやでこれ靴。え？濡れたのめ。いやそれはやばいな。登山靴でしょ。これだからすごいね。本当にレアなとこだよ。これ？こんなちっちゃく。こんなものすごい。Hurt and you can't let go. It's not your fault and you don't deserve all the bad and the hurt. Ooh, I know you tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. 歩いてきてね、自然も満喫できていいかなと思っております。うん、めっちゃ気持ちいい。隣に小川が流れてる。今1時、うん。15分。ここまで歩いてきてようやく情報だ。黒野田湿地屏風山。これでやってんだよね。じゃあ後藤さん、こんな情報全くあらへんやん。 Google の俺調べたところによるとこんな風ではなかったぞ。整備されてた。だから車でチャッと行ったらさパッと着くような。もう我々多分これ45分、いや1時間近くもうだってさまよっとるよね。ああ、あれ内藤さん、はーい、こうやかんや行っとったら着いたー。あれあったー、やっと着いたー。よかった、もう疲れて疲れた。いやー黒田湿地着きましたが、ちょっとねインスタとかでみんななんかいい感じで撮ってましたけど、正直全然なんか想像していた感じではないですよ後藤さん。想像以下やこれ。みんな持ってるね完全に。いやーここまでだいぶ苦労してきたのにもかかわらずこの感じ。I did let you down. And I wake up staying and out too late, trying to start over new. What I wanted to be never came to me. I've lost my way. 僕全然思い描いてたとこと違うって言っちゃったんですけど、どうも時期的な問題みたいですね。はい。どうぞ。3月から10月まではね、ちゃんと花の名前が書いてあるんですけど、11月だっていう話で、多分これ水が干上がっちゃってんのかな、もしかしたら。通路なくても歩いて行けるもの。まあここに来るんであれば3月から10月、よし飯にしよう。いや、本当にはこれをちょっと開けたるわ。そば粉をあげた、そばをあげた。いや僕すっかりね、なんで持ってこんのよ。お弁当重いかなと思ってもうここでお昼にしようって話したやん。お腹すいた後藤さん、ピクニックやっていう話をしたのにどこで食べようと思ったの。車の中からなんでやって。この大自然ピクニックって車で食べたことある？腹減った。食べようこれ。ああよかったー、後藤さん持ってきてて。すいません。2個で俺は2個の腹やったよ。すごいじゃん大葉寿司。え、何これ、魚？うまいぞー。すごいね響きが。今回エコーいらんねえ後藤さん。まあもらったやつが俺は肉だったから。え？1個ずつ違う。マジかよ。後藤さんのこっち肉なんて入ってないよ。サーモンでもらった方がに。多分これサーモン入ってないと思う。漬物やったの。漬物後藤さんの。後藤さんにいただいた方はお肉が。飛騨牛や。飛騨牛って書いてあった。お肉が入ってるやつです。肉入りのほうば寿司いただきます。なんか結構もう。いい飛んだね。内緒もよく飛んだね。黒田湿地を後に次郎の滝の方にね戻りたいと思います。はい、そんなわけでね、昨日久しぶりにねのりごとと一緒にお出かけしてまいりましたが、1年ぶりに行ったね黒田湿地、蓋を開けてみたらね、実は1年前にもね、余裕で行けたというね、オチになっております。昨年ね、崩落していた道は関係なくて、その手前の道からね、黒田湿地にね、行けるというね、なんともね、我々らしいというか、なんというか、はい。まあね、動画内でも言ったんですけど、湿地帯ということもありまして、時期が、3月から9月ぐらいまでがね、シーズンみたいなんですけど、我々が行ったのは昨日なので、11月の29日かな。そりゃね、水もね、干上がっておりますよ。まあ本来ね、1年前に行くことができたんですが、何を勘違いしたか、まあいけないというね、判断をしてしまい、今年ね、リベンジを果たそうと思って行ったんですが、見事、湿地帯は干上がっておりました。まあおそらくね、シーズンに行ったらね、本当に綺麗な場所だと思うんですが、まあまた来年、リベンジするのかしないのか、はい。まあとはいえね、久しぶりにね、2人でこう出かけて撮影できたのでね、本当に良かったです。楽しかったですね。またね、時期を見てね、お出かけしたいと思います。はい。本日の動画は以上でございます。この度もご視聴ありがとうございます。もしね、この動画が面白かったらね、グッドボタンよろしくお願いいたします。そしてね、コメントもね、気軽に残してください。そして、はい。Twitter、Instagram やってますんでね、気軽にフォローしてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ビート内藤でした。バイ。